子の朝鮮半島ウォッチ工作員上陸が過去のものと限らない北の漂着船は本当に漁船だけなのか日本海沿岸に次々に漂着した木造の北朝鮮籍の船は本当に漁船だけなのか工作船説は高等無形工漁場の山と渦高から交天で漂流したなどとされ沿岸警備の問題だとの見方が大勢の問題だとの見方が大勢の中でやはり おかしいいとの異論も消えない生存者が多いことや船の不審な動きなどが指摘されている漁船の多くは北朝鮮の朝鮮人民軍の工作船母港でもある清津港から来ていることもあり有事に備え日本閣乱には工作員上陸が必要時代遅れというのは日本の感覚で北朝鮮は古食創然高等無形の国だと話す専門家もいる 北朝鮮の白骨船今年は生存者が多い日本近海に北朝鮮漁船が急増したのは2015年の金正恩氏の新年の辞で魚の台風を呼び起こし人民の食卓に海の香りを漂わせなければならないと漁業戦闘が命じられたためだ昨年1月末 京都府舞鶴市の尾瀬に漂着した北朝鮮籍とみられる粗末な木造難破船からは船内と周辺海底から軽球体の男性の白骨化した遺体が見つかった遺体の見つかる難破船を日本の漁師たちは白骨船と呼んでいる北朝鮮は今年11月初旬労働新聞が社説で冬季漁獲戦闘を呼びかけた 今年の漂着は過去最高となった。イカ漁が有名で北朝鮮船が押し寄せる能登半島沖の大和渦高では11月数十隻の北朝鮮難破船が船底を見せて浮いていて日本の漁師を驚かせた最盛期を前に北の密漁船が好天を押して出漁してきたものの連続台風などで難破転覆していたのだこれらの船は白骨船だった 確かに漁船は多いただ北朝鮮船はさまざまな活動のため漁船に偽装するのも事実海路での脱北や海上密輸韓国の親北グループとの秘密接触さらに日本上陸のための工作船になることもある今年の北朝鮮船に乗組員が生存しているケースが多いのも怪しまれている理由の一つだ昨年まではゼロか数人だったが 今年の生存者は、すでに40人以上に上る。別の目的で仕事をして、その後漂流した可能性もある。密輸、洋上取引、秘密接触、工作員上陸の手口は密輸の相手は、ロシアや中国で、彼らに魚を売る。中路は、北朝鮮の魚を自国で加工し、輸出するという。貿易関係者によると、中国は、 タイレンロシアはウラジオストクに加工工場があり以前から中国産やロシア産の加工品として流通しているというここに来て国連制裁で北朝鮮の水産物が輸出禁止になったため輸出増を当て込むロシアで工場が急遽増設される計画もあるという偽装漁船は洋上の覚醒剤や金取引 秘密接触にも使われてきた昨年2月鹿児島県徳之島で暴力団所有の漁船から押収された覚醒剤1 0 0キロ7 0億円相当は洋上取引だったとみられる「背取り」と呼ばれる洋上取引は中国もしくは北朝鮮の漁船が自国で生成した覚醒剤の積み荷を受け渡し場所で洋上に流し日本側の暴力団組織などがチャーターした漁船が引き上げる。 中国船は東シナ海、北朝鮮船は日本海を使う。北朝鮮不審船事件2001年で領海警備が厳しくなり、背戸りは一時、鳴りを潜めたが、近年また復活している。では、プロの工作員を日本上陸させようとした場合、なぜ危険な会場なのか北朝鮮事情に詳しい日朝、関係者は。 北朝鮮の犯行の疑いのある事件の例で、彼らはテロ実行犯を必ず逃走させている。事件の隠蔽と犯行の貫徹のためだ。そのためにも、彼らは日本にプロを派遣するという。日本在住の北朝鮮協力者の間で、今週、北朝鮮の長距離弾道ミサイル火星15発射成功を受けて、米朝関係が緊張することに伴い、 日本国内でも緊張がありうるとの申し合わせがあったとの情報もある。漁船と朝鮮人民軍北海道正木町の無人島に一時避難した木造船には人民軍を表す名前の書かれた船員手帳やバッジをつけた乗組員がいた。朝鮮人民軍は近年中国の人民解放軍と同様に独立採算制であるため軍産化に公平部門や農業 漁業に従事するる部門がある軍が漁民に燃料を与えて漁に出す場合もあり漁船に軍部隊のプレートがついていても不思議はない朝鮮人民軍には工作機関として偵察局があった2009年盗作戦部35号室軍偵察局が統合し現在は偵察総局偵察局は大南工作やスパイ新島 南殺などを行ってきたが末端では日本上陸に備え船で日本沿岸に工作員を送って港湾調査を行っていた偵察局出身の脱北者によると朝鮮人民軍は1960年代から80年代に調査した日本海沿岸の港湾精密地図や水深などのデータを保持している渦に押し寄せてきた北朝鮮漁船は 北朝鮮工作船の母港でもある軍港、新津港からやってきた。前での関係者は、朝鮮戦争1950から53年時、日本では約200件の原因不明のテロが起きた。海上からの日本上陸が過去のものとは限らないと警告している。